よう、ナンバー、隣いいか。もちろん、一人で寂しくやってるとこです。ああ、ただ、桐生さんもやっぱり飲まれます？気を使わせちまってすまねえな。これでも元看護師ですから。それに桐生さんのことは一番からくれぐれも頼むって言われてますんでね。わかった、酒は控えとくよ。今日はウーロン茶にしておこう。なら俺もお付き合いします。マサ、そういや、お前たちはみんな仕事をなくしちまったんだってな。ええ、そうなんです。俺も一番も足立さんもみんないっぺんに。俺は以前訳あってホームレスやってましてね。そこからこの年になっての再就職だったんで、結構苦労して見つけた働き口だったんですけど、急にパーになっちまいました。どんな仕事だったんだ？医療器具メーカーの倉庫で検品作業です。やっぱり医療関係なんだな。どうかな、関係あるようなないような。まあその仕事に就くまではいろいろやりましたけど、どこも日雇いとか短期のやつばっかで。でも検品の仕事は2年契約更新してもらって、職場のやつらともうまくいってたんです。ほら、俺も年だけは言ってるんで、結構若い連中に慕われたりして。若い連中に慕われるコツは何だ？工学のためにぜひ教えてくれ。いや、コツも何も、おせっかいなのは性分ですよ。それがたまたま周りに受け入れられたってだけですって。そういう謙虚さも見習わねえとな。キルさん、意外と褒め上手っすね。それにしても年食ってから新しい仕事に就くってのは随分苦労したろう。せっかく頑張っていたのに残念だったな。そこですよ。聞いてくれます、桐生さん。俺を慕ってくれた中には若い子もいたんです。なんだ、急に元気になったな。あ、いや、だってやっぱり嬉しいじゃないですか。その子おおらかな子だったんで、ちょっとドジも多かったんですけど、そのドジっ子がね、常々俺に言ってくれてたんですよ。難波さんはずっとここ辞めないでくださいねって。ふん、居心地のいい職場だったみたいだな。あ、別に下心とかじゃないですよ。わかってる、お前はそんなやつじゃねえよ。たくも。でですね、地味な仕事でしたけど、俺はまあ人一倍楽しくやってました。新しい環境で新しい仲間ができて、やっと社会ってやつに居場所ができた気がしました。元ホームレスとしちゃかなり恵まれた再出発だったと思います。なのにある日急に契約終了を突きつけられて、もう来なくていいって。理由は何だったんだ？いや、そんな説明ありませんよ。契約は更新しないと言われたらそれまでです。ひでえ話だな。ええ、でその後家に帰ってみたら、一番のことがネットで炎上してると分かりました。それまで俺は浜の英雄とダチだってことを職場で吹いてましたからね。会社としちゃ自分らに飛び火しねえうちに俺を切りたかったんでしょう。春日の騒ぎに巻き込まれたってわけか。もちろんあいつのせいだなんて思いません。一番も足立さんもはめられたんです。だから俺はほんの少しだってあいつらを恨みに思ったことはないですよ。お前は大した男だ。なかなかできることじゃねえ。春日はいい友人に恵まれた。いえ、そんな大層なもんじゃないですってば。参ったな。
お前は自分を過小評価してんのかもしれねえな。お前も自分の生活を立て直そうって時なのにすまないな。俺に付き合わせちまって。そんなことないですよ。いや確かに一番に頼まれてハワイから送ってきたけど、今こうしているのは俺が好きでやってることです。だからマジでそんな気にしないでくださいね。でないと俺もかえってやりづらい。分かったよ、ありがとな。じゃあこれからも一つよろしくってことで乾杯しますか。そうだな。よう。どうも桐生さん。今日も付き合ってもらえるか。ええ、もちろん。ただ酒は控えろだろ。分かってるよ。この店はウーロン茶も悪くない。何か考え事してたのか。ええ、まあとはいえしょうもねえことで。どうしょうもねえのか俺は興味あるぜ。そうですか。じゃあ聞いてもらっていいですかね。ああ、こうなったら全部ゲロってもらうまで返さねえぞ。怖っ。はキリュウさん結構お茶目っすよね。それほどでもない。それで考え事ってのは。考え事っていうか、ふと思い出してたんです。この間職場の同僚たちにやってもらった送別会のこと。ああ、医療器具メーカーの検品の仕事だったな。覚えててくれてましたか。はい、そうなんです。大勢集まってくれましてね。ただみんな心配そうでした。明日は我が身かもって。どこも景気は良くないからな。ええ、ああほら前ちょっと話したドジッコ覚えてます。そういやそんな子がいるって言っていたか。ほら見てくださいよ、送別会の時の写真です。その子も来てくれて。この子みやびちゃんって言うんですけど、帰る時俺のために泣いてくれました。優しい子なんだな。あ、ただしその場で恋愛的な感情ではないって。しっかり釘は刺されちまいましたかね。そこは優しくねえな。もともとは秘書もやってたって話で、きっとその気になりゃいい男よりどりみどりですから。はあ、いい職場だったんだな。写真からなんとなく伝わってくる。ええ、みんな会社が俺をクビにした理由がわからねえって首をかしげてました。どうも一番の炎上騒ぎと俺の首がつながってるとは思ってないみてえで。まあだから俺も特に何も言わずに起きました。おかげで寂しいながらも楽しく飲めましたよ。だがお前はまだ踏ん切りがついてないようだな。ええ、ああ本当は早く次の職を探さなきゃいけねえんですが、どうにもやる気が出ねえ。一番と足立さんは俺なんかよりよっぽど大事なもんを畳む羽目になってるってのに、あいつらを横目に俺がしょぼくれてるわけにいかんのですが、どうにも。
分かった。今日はとことん付き合うぜ。お前が自分の糞を吐き出すのを手伝ってやる。だからあんたは飲んじゃダメなんだって。少しは自分の体にも気使ってくださいよ。おっと、そうだったな。でもそう言ってもらえてちょっと気が楽になりましたよ。それより俺は一番や桐生さんには感謝してるんです。ん？何の話だ？仕事なくして手持ち無沙汰になって、それで改めて思い知ったのは、俺がいなくても世界は問題なく普通に回るってことでした。けどそんな俺に一番は力になってくれって言ってくれたんです。そんで桐生さんは俺に助けてもらったって。なんつうか、必要とされるって救われます。そうだよな。ならこれからも厄介かけさせてもらうとしようか。ええ、喜んで。よう、やってるな。どうも。ちょうどよかった、桐生さん。よかったら聞いてほしい話があるんです。どうかしたのか？前の職場にいたみやびちゃんって子のこと覚えてます？ちょっとドジな子で。ああ、お前の送別会で泣いてくれたって子だよな。あの子がどうかしたのか？ついさっきそのみやびちゃんから電話がかかってきたんです。俺が職場をクビになったことについて、今日会社から職場の皆に事情説明があったって言うんですよ。ずいぶん今更だが、どんな説明だったんだ？それがですね、過去に起こした俺の不祥事が原因だってんです。過去の不祥事？俺は昔看護師やってた頃に病院の薬を盗んで横流ししたってことになってるんです。本当に盗みをやっていたのか？いや、まさかとは思うが。それでもやりかねねえって感じですかね。したってことになってるって言ったよな。ってことは本当はやってないんだろ？ええ、そうです。薬盗んで横流ししたのは別の人間なんですが、それについちゃ俺の中で肩はついてます。俺はその話を検品の仕事に就く前にあらかじめ会社に伝えてました。その上で2年も働かせてくれてたのに、今さらそれを理由に契約を打ち切ったってことになります。ずいぶん妙な話だな。ええ、俺はてっきりネットで炎上した一番のダチだからクビになったんだと思ってました。会社としてはいくらでも替えの利く俺をリスクを冒してまで雇う理由はないわけですし、で会社は俺の元同僚たちにも素直にそう説明すりゃいい。だが会社はそうはしなかった。実は会社がお前をクビにしたのには第三の理由があったのかもな。第三の理由？そもそも春日の動画が炎上したところで、会社がお前をクビにするほどのこととは思えない。お前は倉庫で検品する作業員で、客の前に出るわけでもなかったんだろう。ええ、確かにネットで炎上した人のダチがみんな会社をクビになるっていうなら、世の中ろくに働きやしませんね。
俺がクビにされた本当の理由か。何か思い当たることはあるか。いや、でもこのままで済ませちゃいけねえって気がします。とっくにクビになってんだし、くだらねえって思われるかもしれませんが。けじめをつけておきたいんだろう。そう考えんのは自然だ。けじめか。そうっすよね。このままじゃモヤモヤして寝れやしね。ああ、それでこれからどうする。ちょっと考えてみます。すいません、桐生さんもいろいろ大変なのに。いいさ、こういうのはお互い様だ。そう言ってもらえると気が楽になります。また相談に乗ってもらえますか。一番のやつがいねえと俺はどうにも頼りなくて。話を聞くだけで大したことはできねえかな。とんでもねえ。話を聞いてもらえるだけでありがたいです。ようナンバー、隣空いてるみたいだな。ええ、もちろんです。例の件、何か進展はあったのか。覚えてくれてましたか。実は俺、例のドジっ子みやびちゃんに誘われて二人で飲んできたんです。よかったな。若い二人に幸あれと願っておくよ。残念ながらそういう話じゃないんです。じゃあ首の件について何か話があったってことか。彼女からは気になる話があるって誘われたんです。何でも俺が会社を首にされた理由に思い当たる節があるって。ほう。彼女ね、実はもともとお偉いさんの秘書だったんです。それが会社の事例で急に検品作業の現場に回されて慣れない仕事を強いられたそうでして、だからだったんですね。俺のいる現場に回された時には失敗続きでドジっ子扱いになっちまってた。お前だけじゃなく彼女も会社に振り回されてたってことか。ええ、そんでここからがさらに重要なんですが、俺の首も彼女の移動も同じ人間が絡んでたんです。この件の黒幕ってことか。ちょいと大げさですけどそういうことです。そいつはみやびちゃんが秘書についてたある重役だったんです。ほら見てくださいよ、これ会社のホームページに顔が出るほど偉いやつで、こいつが相当のセクハラ野郎で秘書だったみやびちゃんに愛人になるよう迫ってた。でも彼女はなびかない。で会社にその役員からセクハラを受けていると訴えたそうです。毅然としてるじゃねえか。ねえ、
全くその通りで、その後会社はセクハラ役員を処分しました。でもそれは減俸数ヶ月とか申し訳程度の罰でしかなかった。ここから役員の仕返しが始まるんです。どういうことだ。まもなくみやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられて、例の検品作業に異動を命じられたんです。表向きは会社を取り巻く景気や情勢に合わせた通常の人事異動というふうに説明されました。そして俺のいた現場へ回されてきたわけですが、もちろん野郎の報復人事だったに決まってます。表面上役員のセクハラにはもう処分が下ってる。彼女としてもこれ以上は声を上げづらいのか。ええ。で、セクハラ役員はみやびちゃんが検品の現場に来てからもちょくちょく彼女のことを覗きに来てたそうです。そんである時、俺が彼女に優しくしてもらってるのを目撃したみたいで、その役員相当嫉妬深いやつらしくて、それだけのことで俺を追い出すことにしたってんです。これが会社が俺をクビにした本当の理由。この間桐生さんが言ってた第三の理由だったんです。仇の会社も結構ドロドロしてやがんな。そんな裏があったとは。それでそのセクハラ役員ってやつは、お前がクビになった後はどうしてるんだ。実はですね、案の定というかなんというか、最近またみやびちゃんにつきまといだしたそうです。ずいぶんとやりたい放題だな。まったくその通りで。それでお前はこの話を聞いてどうするつもりだ。桐生さんはどう思います。この後俺はどうするべきなんすかね。そうだな、まずは彼女をデートに誘え。なんでそうなるんですか。前は彼女が誘ってくれたんだろう。ならこっちからも誘うのがたしなみってもんだ。いや、さっき言ったじゃないですか、彼女そういう目的で俺と会ったんじゃないんですって。分かってるよ、冗談だ。はあ、びっくりした。急に何言い出すのかと思いましたって。まあでも桐生さんに話したら少し自分の頭の中が整理できた気がします。そうか、役に立てたんなら何よりだ。いつも話聞いてもらって感謝してますよ。やっぱり持つべきは飲み友達ですね。ならそろそろ酒で乾杯したいな。それはおいおいってことで。よう、ナンバー。あ、桐生さん。いや、参ったな。なんだよ、人の顔を見るなり何が参ったなんだ。それが前に話しましたよね、俺の前の職場でみやびちゃんって子につきまとってるセクハラ役員のこと。ああ、そいつがどうしたんだ。
あの野郎、偉人町に来てるみたいなんです。部下を引き連れて飲んでるそうで、今雅ちゃんから電話で知らされたとこなんです。町で鉢合わせないように気をつけてって。とはいえ野郎のせいで俺はクビにされたし、雅ちゃんは秘書の仕事を取り上げられた。何を考えてる。せっかくの機会なんで面を拝みに行って文句の一つでも言ってやろうかと。それだけで済むのか。ぶん殴りに行くような鼻息だぜ。そいつは行ってみなきゃ分かりません。けど桐生さんの顔を見たら、なんかこう行かなきゃ男じゃねえって気がしてきて。おい、俺を出しに使うんじゃねえよ。あ、いや、でも本当にそうなんです。奴にはいろいろ確かめたいこともある。もう行かずには収まらねえ。お前どのくらい飲んでた。だいぶ酔ってるだろう。まあ、よし行きましょうよ。桐生さん、俺についてきてください。おい、どうしたってんだよナンバー。確かこの辺に来てるって聞いたんすけどね。ほら、桐生さんもセクハラ野郎を探してください。お前は少し落ち着け。おいおいおい、もしかしてナンバじゃねえのか。ついてるぜ俺は。やっと見つけたぞこの豚野郎。なんだとこら。てめえ、誰に向かってそんな口聞いてやがる。立場をわきまえろよ。立場って何のことだ。もしかして会社の肩書きを言ってんじゃねえだろうな。こっちとらクビになってんだ。てめえにどんな口聞こうが俺の勝手だろう。ここは天下の往来だぜ。おっと、そうだったな。ああ、お前ら知ってるか。こいつはナンバっつって、昔は薬を横流ししてた小さだら看護師なんだよ。昔の話だし濡れ衣だ。てめえは現在進行形のセクハラ野郎だろうが。俺をクビにしたのはお前の差し金だったのか。みやびちゃんを口説こうとして彼女のそばから俺を追っ払うために。ああ、そうだよ。なんだ、それが気に食わなくてこんなとこまで押しかけてきたのか。それだけじゃねえ。みやびちゃんに嫌がらせで秘書の仕事を取り上げたな。その通りだよ。俺が憎たらしいか。じゃあかかってこいよ。おら、どうした。なんだと。ナンバー、やつはお前に先に手を出させてんだ。そうすればお前を袋にする口実が立つと思ってんだ。お友達はおつむが回るようだな。でもお前はそうじゃねえだろ、ナンバー。バカはバカらしく、まっすぐ突っかかってこいよ。そうか。やっぱりそういうことだったんだな。うん、俺が仕事をクビになったのはお前にとって俺が目障りだったからか。つまりやっぱり一番がネットで炎上したこととは 100% 無関係だった。あいつは無実だ。はあ、何言ってんだ。よかった、桐生さん。一番は何も悪くねえ。俺が言ってた通りでしょう。ナンバー、お前、何言ってんだかさっぱりわからねえぞ。もうめんどくせえ。かかってこねえならこっちから行くぜ。頭にきたぜ。後悔するなよ。容赦しないぞ。ふざけないでください。
相手してやる。怖いよ。ダメだよ。俺の番か。来いよ。やるのかよ。あ？お？かかってこい。ほら、早く。こいつは重いぜ。出てきたぞ。ほれほれ、なめんなよ。かかってこいよ。ほら、やるのかよ。寝てるな。くれ。これだ。やる気ある。かますで。回復。悪く思うなよ。見たかよ。相手にならねえな。待ってください。何なんだこいつら。セクハラ役員さんよ。まずみやびちゃんへの付きまといはやめろ。それと彼女は秘書業務に戻しやる。当然お前の秘書に戻すんじゃねえぞ。まともな上役のもとへつけるようにしてやるんだ。いやしかし、まさかできねえとは言わねえよな。もしそうならまた俺らが挨拶させてもらいに行くぜ。わかった。もう殴んないで。痛いのは無理です。そうだよな。めったに味わえねえ重い拳だったろうからよ。ったく、とにかくずらかるとしよう。騒ぎになると面倒だ。すんません、桐生さん。ご迷惑をおかけしました。俺のことはいい。春日はいい立ちに恵まれたな。え？さっき分かった。お前が気にしていたのは、自分が職場を追われた理由どうこうよりも、何よりもそのことに春日が関係しているかってことだったんだな。ええ。一番のやつ、自分のせいでみんなに迷惑かけたってえらく落ち込んでましたからね。ところが今こうして蓋を開けてみりゃ、あいつのせいでも何でもなかった。やっぱり一番が俺に負い目を感じることなんて一つもなかったと分かったわけです。俺にとってはそれが最高に嬉しいんですよ。お前は自分の失業が春日の炎上絡みだと思っていた時も、あいつを恨んじゃいなかったよな。そうですね。だって当たり前ですよ。あいつは何も悪いことしてねえんだから。そうか。ただね、ん？口ではそう言って歯食いしばってましたけど、やっぱり心の中じゃちょっと辛かったんです。俺なりに随分探して見つけた職でしたから。
そいつを急にクビになったもんで、少しでも気緩めたら一番への恨み事が口からこぼれてたかもしれねえ。でもだからこそよかった、俺一番を恨んだりしなくて、てめえのしくじりをあいつのせいにしなくて。ナンバすみません、なんかほっとして涙が。ナンバ、今日くらいは飲もうぜ。いい酒ってのはこういう日のためにあるんじゃねえか。ずるいな、キリオさん。あ、どうせ飲むならとびきりいいの行きましょうや。ああ、マスター、この店一番で俺らの予算内のやつ一つ頼むわ。